Hi guys, welcome back to my channel. I have a guest. This is Kiana. This is not a good angle for me. The main point of this video is talking about hot planning. けど、この間っていうか、以前どっかの動画でどういう動画見たいですかって聞いた時に、ハーフあるあるとかハーフについてみたいな動画が見たいっていうコメントがあったんで、今回はそれをすることにしたんですけど、1ヶ月前ぐらい長野県行った時に久しぶりにもうハーフの友達6人集まって、いや6人集まって、その後インスタのポール投票みたいなやつで、ハーフって聞くとどう思いますかみたいな質問した時に、結構いろんな人が答えてくれたから、この動画の最後にそれについてちょっと話したいんだけど、 Before I start the video for today's vlog、 ちょっと紹介したいな。今つけてるアクセサリーやねんけど、で今私は2つネックレスつけてて、でピアスもつけてるんですけど、これゴールドとシルバーとローズゴールドがあって、カナダ発のブランドやねんけど、デザインも可愛くて結構丈夫で、でこちらのコード使ったら 60% オフがつくので、サイトとコード下にも貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。 And now throwback to 1 month ago。 What, pizza? We here time to get supplies for some pizza. Pizza!Oh my god, this is like the Asian food truth place. Hi. Hi. How are we? これで十分やろ。なんか4人みんな見えるように、みんなハーフって気づいた。ちょっと一人ずつ自己紹介していこう。はい、はい、カイです。カイです。カイはどことどこのハーフですか？お母さんがオーストラリア人で、お父さんが日本人です。キエです。ママがオーストラリアで、父が日本人です。 they're like half British。And what? I'm like, Hamigo? Yeah. どことどこのハーフですか？ママが日本人で、パパがイギリス人で、一緒です。クレアも一緒で。クレアの妹、ティーナです。キアナのハーフは、ママがアメリカの人で、パパが日本人の人です。詳しくまで行くと、ママはアメリカのボストンの人で、パパは九州の人です。No, my eyes are really bad. めっちゃ目悪いんですよ。ベジして。めっちゃ目悪いんですよ。Who gives a pip? これサンガリア。ちょっとチーズ残ってる。そう。この YouTuber のキアナ・カイルさんね。キアナ・カイルは超エネジェリック 24/7、 結構もうずっと一緒に住んでたら疲れちゃう。一緒にいるとすごい楽しいのね。もうずっとポジティブエネジー、すごくいい。それは前もキアナのビデオ出たけど、これちょっと長いな、ごめんキアナ。Hope you like this video. Give it a thumbs up. コメント欄に次キアナにやってほしいビデオ。なんでキアがこれ言ってるのか分からへんけど、この最後の日に、この写真撮った日に、あなたのハーフのイメージは何っていう質問を結構いろんな人が答えてくれて、ありがとうございます。自由があったり、可愛いって言ってる人も多くて、頭いい、大好きですっていうコメントもあった。ありがとうございます。で、笑顔が素敵、明るい。 YouTube 頑張ってください。人間の頂点、すごいですね。ファイヤーっていう絵文字がついてる。英語が喋れそうとか、2カ国語の地入ってて羨ましい。2つの言語が話せて羨ましい。2つの国の美しさを重ね、かす。やばいわ、漢字の読めなささがバレる。めちゃくちゃ2カ国語に、OMG。めちゃくちゃ2カ国語混ぜて喋る。バリ混ぜて何？それめっちゃわかる。特に関西人、キアナ思うわ。キアナ結構ハーフの友達とか、帰国子女が多くて、国際の高校行ってたから、その中で、標準語喋る人もおれば、関西か関西弁
チュー。 Excuse me。 関西やからやっぱ関西弁が多いと思うんだけど、キアナ自分でさ関西弁と英語喋るかちょっと分からへんけど、例えばキアナ日本語とフランス語とかを聞くととか、日本語とスペイン語が混じって喋るとウォーってなると思うね。なんかそういう感覚かな多分。日本語しか話せない人もいますよね。ああ確かに。でもね、まあ、ハーフで英語しか喋れないとか、ハーフで日本語しか喋れないって、一つだけでも言語って難しいから、一個喋れるだけでもすごいと思う。まあすごいっていうか、一つの言語をさ完璧に喋れる人めっちゃおるってわけじゃないと思うねんな。I think it's pretty cool that you can even speak a language. あ、メニューを英語で出されるって友達言っても、あ、それめっちゃわかる。あ、日本語で大丈夫ですってキアラたちは言うけど、言わへん人もおるし、それがちょっと嫌っていうハーフとか外国人もおると思うね。英語のメニュー出されるとか、キアラが個人的にめっちゃ多いんが、電車とかで誰かがぶつかってきたりした時に、あ、すみませんじゃなくて、oh, excuse me, sorry って言われるの。それが結構多い。自分の意見をちゃんと持ってて自己主張が強い。 But also very friendly。 一人一人やっぱ人間ってちゃうし、まあ、キアナがさ言える立場でもないけど、キアナが日本とアメリカの地位やから日本とアメリカ比べるけど、私が経験した中でアメリカに住んでる時の方がすごくいろいろはっきり言われた。私の個人的なイメージはアメリカでの方がやっぱストンって言われる素直な気持ち、そういう好きとか恋愛に関してもやし、物事に関しても結構スポンって言われるイメージがあるけど、日本はシャイじゃないけど多分気使ったり常識さを守ったりみたいな感じで、でも逆にキアノは日本人の常識、結構友達に言うねんけど、日本人が持ってる常識とか礼儀正しさがすごい好きで、 I hated how society in Japan think half はアホが多いとか性格悪い because it's not true。 I feel like アメリカのジョークとか関係あるんかな、なんか sarcasm、 皮肉、ひどいことを言って笑いを捉えるみたいな、全部の国にそういうのってあるけど、I feel like America sarcasm がすごく多くて、オープンマインドでいろいろな文化に触れてる人多い。なんかハーフイコール親が違う国から来てるってことやから、両方の国に行ける人っていうか行ったことある人が多くなると思うんだな。自分が生まれた国以外に行ったことある人、だから旅行とかを行く人はすごい視野が広まる。でオープンマインドにつながると思う。旅行したしてない、したことあるしたことないで価値観がちょっとずつ変わるかもしれへんし、物事の見方も変わると思う。これはなんかハーフ関係なしに、人としてどういう経験を今までしてきたか、街中で知らない人に指さされたり外人やって言われたり、日本語で話しても英語で返されたり、ハーフでも日本人にめっちゃ見えるハーフだっておるし、外国人にめっちゃ見えるハーフだっておるわけやん。でも結局そのめっちゃ外国人に見えるハーフだって日本で育ってたらもう中身は全て日本ってわけやから、周りからうわ外人やみたいな、外人扱いされたら打ってくるかもしれへん。キアノは見た目多分、まあ、ハーフ、よく友達からは日本人に見えへんって言われるけど、アメリカ行ったら 100% アジア人って言われるから、 It really depends on where I am。 キアノは Nothing really bothers me。 So 友達に外国人やって言われたら、まあ、むしろ I take it as a good thing because I like to be 外国人。 But 大学行くまでの19年間キアノも日本生まれの日本育ちやし、アメリカには年に2回ぐらい旅行でしか行ったことがなかったから、うわ外人やってブーンって指摘された時は、いや日本で生まれだけどってやっぱなったし、最近は I think everybody's more accepting towards foreigners in Japan。 もう今中学校卒業して6年ぐらい経つけど、めっちゃ覚えてんのが、体育館の朝礼行く寸前に、池田ってなんで日本におる、外国戻ったらみたいな言われたことがあって、その時 I was just like キアナ絶対色が違う人とかさ、人種が違う人になんでここにおるん、自分の国戻ったらとか絶対言わへんやん。個人的な話すると、人に悪いこと言われたり、 I take it as a good thing and 自分を強くさせる武器にキアナを持っていってるつもり。 I don't know, I just think the world needs to be a happier place。 世界ってもっと平和やったらいいのになってくるめて思っちゃう。みんながみんなに優しくしていければ、この世界はもっと平和な場所になると思う。何言ってんねんな。 That being said、 今日の動画はここで終わりたいと思いますので、今日もまた見てくれてありがとうございます。またどういう動画が見たいかコメントしてくれたらめっちゃ助かります。ぜひ赤いボタン押してチャンネル登録してください。 Thanks for watching! バイバイ。